ムーンライト九州。ムーンライト九州は、かつて、西日本旅客鉄道、JR 西日本及び、九州旅客鉄道、JR 九州が新大阪駅、運行開始当時は、京都駅、博多駅、一時熊本駅間を、東海道線、山陽本線、鹿児島本線経由で運行していた、臨時夜行快速列車。本校では、特に記さない限り、 現時点での最後の運行であった2008年から2009年年末、年始時点での外況を記す。2008年から2009年の年末年始を最後に運行終了している。主に学校の長期休暇の時期に合わせ、春、夏、年末年始に運行された一時期はゴールデンウィークなどにも運転されたことがある。臨時列車ながら最長距離を走る夜行快速列車であった。 一時期は自由席車が連結されていたが、2003年夏季以降、全車普通車指定席となっていた。運転時期は、青春18切符の発売時期と重なり、快速列車であるため同切符が使用可能であるが、指定席券の購入が必要。青春18切符を使えば、関西9週間を高速バスよりも安く移動できる、小屋、後年は快適度を向上させた。 リクライニングシートやカーペット席も備えた車両で運行していたこともあり、ムーンライトながら波に人気が高かった。本列車が0時を過ぎて最初に停車する駅は上り、下りともに岡山駅であり、岡山駅をまたいで乗車する場合は、青春18切符2回分、もしくは当該区間に有効な別の乗車券類が必要であった。ただし、 岡山から九州へ往復する場合は、帰りに朝が23時台の最終停車駅となり、翌日の最初の停車駅は4時台ながら、岡山となるため、青春18切符1回分2300円と指定席料金往復1020円の合計3320円で済んでいた。なお、岡山から大阪方面への往復利用も同様であった。 機関車牽員の客車列車であるがゆえに速度が上げられず、関西側では新快速のダイヤに少なからず影響を与え、九州側でソニックやきらめきなどの特急のほか、普通、快速電車を運転停車で対避するダイヤとなっていた。京阪神と九州の間には戦後長らく座席車両で蘇生された夜行普通列車、準急列車、 急行列車が運行されていたが、1980年のダイヤ改正で急行、運前、再開、阿蘇、国崎が廃止れたのを最後に全廃された。以降、寝台列車としての臨時列車はあったが、座席車による夜行列車は長らく設定されていなかった。しかし、1980年代前半から、高速バス内市は長距離夜行バスの運行が次第に、 競争力を上げて優位性が向上し、列車に対してその影響が出てきたことによる対応策として、1986年のダイヤ改正において、寝台特急、暁に普通座席指定車一両を組み込んだのに続いて、臨時列車としてこの列車が運行を開始することとなった。1989年12月に JR 西日本は京都駅博多駅間に、 ふるさとライナー九州の名で臨時夜行快速列車の運行を開始し、1990年4月に現行のムーンナイト九州の名で運行開始された。運行開始当初からしばらくは、下記のみ展望車連結の14系客車のシュプールリゾート使用車で、年末年始、春季は一般の14系、または12系座席車を使用していた。使用車両が異なるため、 当期のみ、ふるさとライナー九州の名称を使用していた。これは、シュプールリゾートがスキー客輸送用の列車である。シュプール号での利用を目的として制作れたものの、カキはスキー客輸送がないための、シュプールリゾートは、有給状態となるからであった。そのため、カキは、フリーストップリクライニングシートで、それ以外は簡易、リクライニングシート、または、ボックスシートであり、サービスに、 大きな差があったが、その後、シュプール号自体が運行されることが少なくなったことにより、前期とも、シュプールリゾートの14系を使用していた。2001年冬季、年末年始をもって、ふるさとライナー九州の名称による運行は終了。2002年冬季から名称型シーズンと同じ、ムーライト九州に統一された。2001年夏季から2003年春季までは、 再販防機に限り自由席車を連結していたが、これは本来のシュプールリゾート車両の編成を全車指定席とし、別に2両の一般の座席車を増結するものであった。この増結車両には12計客車が用いられた。しかし、新幹線の速度向上や高速バスの台頭による利用者の減少、車両の老朽化により、2009年春季以降の 運行が中止された。JR 西日本によれば、臨時列車の扱いのため廃止の発表をしないが、今後の再開予定はないと一部で報道されている。また、ムーンライト九州に使用されていた、シュプールリゾート用の車両も、同年7月10日付で廃車されている。また、同時期には、はやぶさ、富士が廃止され、臨時、サンダイズ夢の設定がなくなったため、 倉敷伊勢の山陽本線を走る夜行旅客列車そのものが存在しなくなった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。